フェルティンスアレーナは、ドイツのノルトベストファーレン州ゲルゼンキルヒエンにある、スタジアム。サッカーブンデスリーガに所属するシャルケレイヨンが、ホームスタジアムとしている。以前の名称はアレーナ・アフ・シャルケ。シャルケは1973年より、ゲルゼンキルヒエン市内のパルク・スタディオンを本拠に、していたが、この老朽化が進んでいたことから、新たなスタジアムを建設することになり、 2001年にドイツ発のドーム型スタジアムとして完成。2005年から地元のビール会社 C&A フェルティンスが命名権を取得し現在の名前になった。ただし2006年のサッカーワールドカップでは期間中大会の公式スポンサーサプライヤー以外の企業名は解除されるため FIFA フフ WM スタディオンゲルゼンキルフィエンと呼ばれた。 収容人数は62,271人。欧州サッカー連盟のスタジアムランクでも最上級のカテゴリー4を獲得している。2004年には UEFA チャンピオンズリーグ決勝が開催された。2006年のワールドカップドイツ大会では、ポーランド対エクアドル、アルゼンチン対セルビアモンテネグロ、ポルトガル対メキシコ、アメリカ対チェコ。 準々決勝のイングランド対ポルトガルの5試合が開催された。このスタジアムで最も特徴的なのが屋根から吊り下がる四面式のビジョンであるが日中の試合ではビジョンとこれを支持する支柱の影がピッチ上に落ちてしまう。テレビ中継ではこの影によって試合が見づらくなるため2006年のワールドカップでは天候が晴れでも屋根を閉じて試合が行われた。 スタジアム地下にはフェルティンス所有の巨大なビールタンクがありそこから繋がっているビール用パイプラインがスタジアム全体に張り巡らされているため観客はスタジアム内のどこでも新鮮なビールを堪能できる芝生部分は札幌ドーム同様の可動式で普段は屋外で養生されておりサッカーの試合がある時にスタンドの下の空間を通して移動させるドームの屋根は開閉式で 約30分で開閉できる。スタジアム内の売店は、クナッペンカルテと呼ばれる繰り返し入金可能なプリペイドカードによる決済方法をとっている。このカードは100種類以上のデザインが発行されており、コレクションの対象にもなっている。バイアセロンのワールドチームチャレンジが開催されているほか、2007年と2008年には、スピードウェイグランプリが開催。2004年9月12日には、 ハンドボールブンデスリーガで3万925人を動員。2010年アイスホッケー世界選手権開幕戦では、当時としては史上最多の7万7803名の監修を動員した。ボクシングでは2009年6月20日に、世界ヘビー級王者ウラジミール・クリチコ対ルスラン・チャガイフのタイトルマッチが二千十年五月十九日には、ビタリ・クリチコの WBC。 世界ヘビー級選手権試合が行われた。また、ポール・マッカートニーやボンジョビをはじめとした数々のミュージシャンのライブや、ドイツ国内の人気シュラーガー歌手が集結する、シュラーガーナハトといった音楽イベントも多数、開催されている。ありがとうございます。